こんにちは、こんばんは。やっほーここです。眩しい。はい、新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。現在屋外のお魚さんたちは絶賛冬眠中ということで、今回の動画はこちらではなく、人生初めてアクアリウム系の福袋を買ってみたので、何が入ってたのかワクワク、その開封動画となります。中には生態など入っていましたので、水槽へ入れる様子などもぜひ見ていてください。これが重たいっすよ。こうだもんで。ありがとうございます。はい、本当にありがとうございます。お願いします。初めて福袋買ってみた。じゃあこれから行ってみようかな。はい、何でしょうか。はあ、パキポゲウムグラキリス、はい、 S サイズでございます。これ実はチャレンジしてみたかった開墾植物なんです。将来こんな感じになるっぽいよ。かわいい。さあどんどん行きましょう。あ、ちなみに、チャームさんの福袋です。はい、ではこちらは何かというと、じゃん、ビギナー向け育成図にお任せモス付き流木セット。すごく状態のいいモスが来ました。さあどんどん開封していきます。これはなんとなく、あ、はい、まずインドネシア産花笠サンゴプラグ付き2個セットとホワイトソックスシュリンプ。1500円は安すぎる。しかも元気なエビさん来た。そして台湾から豆砂銀着おまかせカラー3個。さあ気になりますが。はい。次はどんどん行きます。ふんふん。茶色いやつですね。これは。何かというと、お、形状お任せ煮込み済みサンゴウッド5本セット。並べてみたんだけど、私が欲しかったタイプの、はい、これ水槽に引っ掛けれそうな流木発見。はい、どんどん開けていきます。これは重い。はい、形状お任せ風山石サイズミックス10キロ分。はい、最後です。ヤマトさんがめっちゃ頑張って運んでくださった、テトラマリンソルトプロ、800リットル用の 27.2kg です。はい、ということで、全部で 25,532 円分の福袋となりました。とてもいい、はい、商品ばかり来たかな、っていう感じです。普段買わないようなね、流木や石なんかもあるんで、何かレイアウトしていこうかなって感じです。パキポギウムも嬉しい。はい。あ、そしてこれね。これこれ。はい。ということで、おまかせカラーで届いたサンゴと、あとエビ、ホワイトソックスを水槽に移したいなと思うんですけど、はい。いや、結構ね、買ったんですよ。さあ、水槽へね、入れてみて、どんな色になるのか、楽しみです。ただ、どんな色であっても、嬉しいかな。あと、このね、ホワイトソックスのエビちゃん、元気にやってきてくれてね、本当に良かったです。あ、ありがとう。え、何？これからもよろしくね。ありがとう。マッサージ？はい、サンゴたち入りました。さあ、どうなるのか、楽しみ。
そう、そういえばうちにはね、このヒゲ下にスカンクシュリンプ先輩がいるんで、まあ仲良くやっていってくれたらいいなと思います。それでは行きます。よし、行くんだ。よし、よし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 。いや、ホワイトソックスシュリンプを初めて買うから、なんかいいな。ねえ、ちょっとヤドカリくんやめて。はい、次の日、これね、ホワイトソックスとスカンクさん喧嘩するかなって思っとったら大丈夫だった。で、ジョーの後ろに隠れてます、うまい具合に。で、福袋のこのサンゴの色はこんな綺麗なカラーでした。大満足です。今年もね、海水清掃頑張っていきたいと思います。で、福袋で買ったモス5つは室内メダカ水槽に入れました。はい、というわけで今回は初めて福袋を買ってみましたが、めちゃくちゃ良かったです。大満足でした。はい、もうね、サンゴとかね、どんなカラーなんかなってすごいドキドキしてたんですけど、もうなんていうの、思った以上に綺麗な、はい、もので良かったと思ってます。で、またね、このモス、私初めてなんですけど、今のところ綺麗なまま保ってます。はい、これも状態をね、いい状態のままキープしていきたいなと思いますね。マサオくんも元気ですよ。マサオくん、今年もよろしく。はい、今年も楽しい動画を出していこうと思いますので、またぜひミニアクを見に来てください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。心よりバイバイ。